はい、こんにちは。愛知県豊橋市靴修理ラジアンです。はい、今回ご紹介する修理はこちらですね。アメリカ・ニューヨークのシューメーカーオーロラシューズを3足お預かりしました。今回ですね、宅配で送っていただきました宮城県のお客様で、ありがとうございました。ということでですね、宅配での修理も行っております。ホームページの方にですね、宅配修理の手引き書いてありますので、よろしければご利用ください。修理内容としましては、3足とも靴底の交換ですね。こんな感じで結構履き込んでるので減ってますね。そちらの靴底ソール交換と、あとはこちらですね、アッパーの方のレザーもやっぱり履き込んでるので、つま先あたり剥げていたり、触った感じちょっと乾燥気味なので、そちらの靴磨きとメンテナンスですねも同時に受けたまわりました。それでは修理内容の様子をご覧ください。それではオーロラシューズのソール交換をしていきたいと思います。まずはですね、解体ですね。この古いソールを取り外していきたいと思います。この古いソールはですね、ここの境ちょっと見にくいんですけどね、ここの辺りの境目にミッドソールに、接着剤で貼り付けられている方式なので、これを温めて接着剤をですね、緩くして、剥がしていきたいと思います。こちらの電熱器ヒーターでですね、ソールを温めて接着剤を緩くして剥がしやすくしてソールを剥がしていきたいと思います。はい、こちらの方、先ほどソールを温めて剥がす前の準備をしたオーロラシューズです。ではソールを剥がしていきたいと思います。はい、こんな感じでソールが剥がれました。古い接着剤の跡が残ってますね。これをちょっと除去しないと新しい接着剤の効きが悪いので、こちらを除去していきたいと思います。ではソールを削り終えたオーロラシューズがこちら。こんな感じに靴の形状に削れました。ほぼほぼもうこれで完成なんですけど、ちょっと見てもらうと、動画じゃもしかしたら伝わらないかも、質感まではねなかなか伝わらないかもなんですけど、削った時に粗いペーパーで削っているので、表面が粗いんですよね。なのでもう少し細かい番手のペーパーで削って、最終的な仕上げをしたいと思います。あとはこういうソールのバリですね、このままお渡しするじゃ不格好なので、こういうバリも取っていきたいと思います。ではこちらで削っていきたいと思います。
軽く当てるだけで、表面がねガサガサの荒れた状態からツルツルに仕上がっていきます。あとはこういうバリですね、こういうのを角を当てて取っていくと綺麗な仕上がりになります。はい、それではですねオーロラシューズ3足ともソール交換完了しました。まあ、通常であればここで終了というところなんですけど、今回、アッパーの靴磨き、まあ、こんな感じでちょっと色が抜けちゃって乾燥気味ですかね、も受けたまわっているので、こちらの方も靴磨きして、ピカピカに磨き上げたいと思います。靴磨きしていきたいと思います。まずですね表面のホコリを落としていきたいと思います。馬毛のブラシを使ってブラッシングしていきますね。はい、では次に表面の汚れをクリーナーを使って落としていきたいと思います。今回使うのはコロンブス社の、ブートブラックというシリーズの、2フェイスプラスローションというクリーナーを使わせていただきます。こちら乳液状になってますね。こういう布に取っていただいて塗っていきます。ではクリーナーで拭き終わりました。こんな感じで汚れしっかり取れました。それではですねこの後、クリーナーで拭いたので皮がいわばすっぴん状態なので、こういった靴用クリームを塗って皮の油分を補給してあげたいと思います。色がねそれぞれ無色、茶色と黒とかいろいろあるので、その靴に合わせたカラーをチョイスしていただければなと思います。ただね、茶色、黒、茶色と複数の色があるので、ご自宅で磨くときは無色が便利かなと思うんですけれども、今回つま先のところにすねがあるので今回ここに色を入れたいんですよね。なので今回はこういう茶色系のクリーム、茶色のものには茶色系のクリーム、黒色の皮には黒のクリームで磨いていきたいと思います。する方法なんですけど、こうやって手に取っていただいて塗っても OK ですし、こういった感じの小さい靴クリームを塗る用のブラシっていうのもあったりしますので、こういうもので取って塗っていただいても大丈夫です。今回は、革の質感を確かめながら指で塗っていきたいと思います。はい、それでは、乳化成クリームを全体に塗った状態ですね。ベルトの裏もしっかり塗ってます。つま先も擦れていたところ色が入りました。まだ磨いてないのでツヤは出てないですね。これから豚毛のブラシでブラッシングしていきたいと思います。軽くブラッシングするだけでも、もう結構なツヤが出てくるのが分かりますかね。では全体的にブラッシングしていきます。では豚毛のブラシでブラッシングが終わりました。まあこのままでもいいですけど、最終的な仕上げとしてこういう羊の毛、羊毛がついたですねグローブがあります。こちらの表面の、ブラッシングでは取りきれなかったクリームだったり拭き上げていきたいと思います。ではこんな感じですね。ツヤが結構出ました。それではですね、
これからもいろんな靴の修理やブーツの修理だったり、靴磨きですねの様子だったりを動画で配信できたらなと思います。当然ですね、愛知県豊橋市でやっているんですけれども、宅配で修理も受け付けてます。全国から送ってきてくれる場合もあります。今回の場合もですね、宮城の方から送っていただきました。下の概要欄の方にですね、当店のホームページのアドレスが貼ってありますので、そちらから、リンクで飛んでいただいて、お問い合わせいただければなと思います。あと今回ですね、使用したシューケアグッズの Amazon のリンクも貼っておきます。同じものを使ってみたいなっていう場合は、ぜひそちらのリンクから商品をチェックしてみてください。それではいつものようにはなりますけれども、ここら辺におそらくチャンネル登録出ていると思います。もしよかったらいいね、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまたいろんな靴紹介していきたいと思います。